はい、皆さん毎度毎度。はい、シバーチャンネル先生ね。はい、お疲れ様です。うちは元フランチャイズ定量金でした。4年くらい前に独立でやったね。独立ね。いやー、大したもんだね。その時、カット500円値上げしましたが、元が安かったので、今でも安売り店です。値上げなかなか弱気でできません。うちより安いのは、1000円タッカットぐらいです。まあなあ、そう、うちも似たようなもんだよ。まあ、値上げなかなかできないっていうけど、今さ、どういう状態でやってんのかね。カットっつったらカットだけなのかな。シャンプーカットで、まあ、カット値段決めちゃって、すべてのお客さんをシャンプーカットで、それで値段決めちゃってんのかな。もしそうだったら提案としては、シャンプーカットを今2000円でやってるとするじゃない？そしたら、シャンプーカットをね、2800円ぐらいにする。で、シャンプーをしないカットを2000円でしちゃう。で、お店の混雑状況とかわかんないし、年齢もわかんないしね。まあ、若い美容師さんでお客さんの数が多いんだったら、カットだけの方は、今にシャンプーカット2000円でやってんだったら、カットだけの人は1950円とか1980円にちょっと20円ぐらい値下げしちゃって、ほんでシャンプーカットだけバーンと2800円に上げちゃう。ほんでお客さんに選ばせる。値上げ理由がさ、まあいろいろあると思うんだよね。体がきついとか、この先コロナでお客さんが来ないからどうのこうのって、そういうね、余計なことはね、言わないで一身上の都合で、それ以外は言わない方が無難だね、値上げするときはね。余計な一言言うとね、お客さんはね、その余計な一言に対して、言わないけど考えちゃうんだよね。なんでコロナで、お客さん減って値上げするんだったら、じゃあコロナになったらまた下げんのかしら、下げやしないよね。何この人みたいにさ。だからもう一身上の都合以外言わない方が無難だよね。本当にいろんな人いるからね、お客様を大事にするために値上げしましたら、いいよ、適当なカットでいいんだから私は大事にしなくてとかさ、安くやってよみたいにね、何かにつけてね、反論されるからもう本当に余計なこと言わない方がいいね。退職理由の一身上の都合によりで、もう本当それ以外言わない方がいいよね。すいませんで。柴先生んちがね、今現在カットだけで、まあ、2000円だとするじゃない仮に。で、界隈で自分より安いのが1000円カットしかない。じゃあ界隈でさ、その次に高い店っていくらよ？千葉先生んちより高いお店っていくら？いくら高いの？500円高いんだったら300円値上げしちゃえばいいやん。それでも界隈では1000円カットより、カットぐらいしか言えないじゃん。人んちの店のことはね、こうやってね、背中を押せるけどね、本当に。まあ、アホなこと言って背中を押してね、まあ、大丈夫よ。値上げしちゃいなよ。界隈で、界隈調べてきなよ。今、インターネットでね、どんどん調べられるからね、界隈の美容室ね、全部、うち調べてやろうか？場所が分かって調べてやるよ、値段。暇な時。でも100円ぐらいね、本当値上げしないとね、これからね、千葉先生が何歳なのかわかんないんだよね。本当に40代ぐらいだったら本当に毎年毎年100円ぐらい値上げしていかないと、50、60になったら必ずお客さんっていうのは減るからね、やってらんなくなっちゃうよ。だからあんまりね、とほほなんつってね、我慢してるとね、いきなりやっぱりね、どっかで1000円とか2000円値上げするっていうのを、ドーンってね、大幅にね、そういうことになる前にね、200円ぐらいずつね、ちょろちょろ値上げしていった方がいいよね。値上げするんだったらもういきなりだよ。もう今日から値上げっていうのは明日から、たださ、値段変えるとなると、料金表とかね、ああいうの全部作り変えなきゃいけないんだよね。もしそういうのがあったらね。ただ、プリンター、今あれ、スマホで、プリンター動かせんのかな？スマホで、ひな型作って、カットいくらとかメニュー表みたいの作って、パソコンがあればね、あとは適当に作って、プリントしてね、あとパウチ？ラミネーターで挟まなきゃダメなんだけどね。で、最初は下手なんだよ。で、毎年、毎月ね、書き直すの下手だから。そのね、だんだん上手くなるからね。まずね、こういうのどうやって作っていいか分かんなかったら、まずパクるのね。誰かどっかいいのないかなって人んちの見て、で、いいなと思った人の真似する。そのまま真似しちゃうんだよ。パクっちゃうんだよ。構わないんだよ。個人で使う分には。パクったってね、バレないんで、バレようがないしね。まあ逆にうちのパクられたってありがとうって感じでね、パクってくれてありがとう。認めてくれたんだなってんで逆に嬉しいけどね、うちなんかはね。だから毎年ね、値段調整するっていうのを、そうするとね、看板なんかに頼んでらんないんだよ。で、やっぱり自分で手作りするのが一番になってきちゃうよね。はい、柴先生ね。もう、界隈調べてきてごらん。とほほなんて言ってる暇あったら。ねえ。で、自分家が何番目の店なのかね、本当に下から2番目なのかね、下から3番目の店に近づけちゃう？下から3番目の店と同じでいいじゃん。あと、一人でやってるお店の場合はね、シャンプーカットにあんまりこだわるとね、疲れんだよね、時間ばっかり食って。で若いとまあ体力で押せるけど、若いと人数も多いからね、カットだけにしちゃってのも本当にいいんだけど、ちょっと状況が分かんないからね。はい、お疲れ様でした。